最近カーナビという道具が普及しているというか流行っているというか、皆さんの車にもついておりますでしょうかね。ついてないですか。どれぐらいの普及率かわからないんですけれども、教会の車を2年前に買い替えましたときに、私はとにかく新しいもの好きなもんですから、カーナビをつけてもらいまして、大変これに最近頼っております。もちろん広島市内を走るのにカーナビはいらないんですが、この4月に東京まで車で行きましたときには、本当にカーナビがないと東京なんか走れないなと思いましたですね。もう道路が迷路のようになっておりまして、で以前NHK のプロジェクト X という番組で、去年の10月ですけれども、このカーナビを開発した人たちの苦労話が紹介されておりました。ご覧になった方もあると思いますが、この人はパイオニアという会社の営業をしていた人らしいですけれども、東京の世田谷区に住んでおられまして、海水浴に行こうと思って車に家族と乗せて出かけようと思いましたら、この世田谷区というところは大変道が混み合っているといいますか、東京の中でもさらにこの迷路のような道路の状態のところらしくて、そこで迷ってしまってですね、何時間もその世田谷区の中をぐるぐる回ってこのビーチに行けなかったそうなんですね。で、地図の中に自分の車の位置が表示されるような道具があったらいいなと思いついてですね、それでこの GPS というカーナビですか、カーナビと言われる道具を開発しようとしたわけなんですね。で、しかしこれは当然のことですけれども、この道のりは険しかった。でその頃、それまでアメリカ軍がこの軍用に GPS というこの宇宙の衛星からですね、電波を飛ばして自分の位置を確認するという、そういう装置を、それまで軍だけの仕様だったらしいんですけれども、その頃この民生用にですね、一般用にもそれを使ってもいいということにしたらしいんですが、なんとその受信機が1機200万円したそうです。車より高かったわけですね。で、200万円で、それを買ってですね、で車に積んで、でその車に、コンピューターを利用して地図の中にその車の位置を映し出した。でうまくいったかなと思ったら、車内の温度が50度を超えまして、コンピューターが壊れてしまった。そんなこんないろいろ苦労がありまして、しかしなんとかですね、カーナビが製品化にこぎつけたのは今からたった13年前、1990年のことだそうです。今ではね、当たり前のような道具になってますけれども、その方がその番組の最後に、カーナビを見ながらご家族と一緒にこの海まで走るというシーンでね、感動的にそのプロジェクトエクサは終わっておりましたけれども、私たちの人生に、カーナビは必要ないでしょうか。ナビゲーションはいらないでしょうか。今自分は人生のどこを走っているのだろうか。また自分の人生の目的地はどこなのだろうか。またその目的地にたどり着くのにどこをどのように走っていけば良いのだろうか。私たちの人生のカーナビゲーションはあるでしょうか。もしかすると自分がどこを走っているのかさえ分からずに、ただ渋滞に巻き込まれた車のようにみんなが行くその後をずるずるとついて走っているというような、そういう状態ではないでしょうか。また道に迷ってただ闇雲に、あちらこちらと走り回っているというようなことはないでしょうか。
私たちの人生にもナビが必要だと思います。カーナビが必要だと思います。自分がどこにいるのか、またどこに向かっているのか、またそのためにどのような道のりをたどっていけばよいのか、私たちの人生のカーナビがではどこにあるのか、それが今日読んだ聖書の言葉の中に書いてあります。ヨハネによる福音書の14章の6節をもう一度読みますと、イエスは言われた、私は道であり真理であり命である、私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。イエス・キリストが2000年前に私が道であると宣言されました。この人類の歴史の中で私が道だとはっきり断言した人は誰もおりません。こちらではないかと指を指した人はおりますけれども、私自身が道だと言った人は誰もいないんですね。そして彼はその言葉だけではなくて、生き方によって、またその死に方によって、確かに彼に従っていくならば私たちが正しく生きていくことができるというその見本を示してくれました。カーナビの利用法というのはいろいろありますけれども、まず何と言っても自分がどこにいるかということが地図の中で分かるというのは大変ありがたいことです。それは真っ暗闇の中でもちゃんと自分がどこにいるかが分かるんですね。複雑に入り組んだ道の中でも自分がどこにいるかが分かります。私たちの人生も今自分がどこにいるのか、あるいは自分の出発点がどこであるのかということを知らなければなりません。イエス・キリストは私たちが神に愛された大切な存在であるということを、ご自分が私たちの身代わりとして十字架にかかって死ぬことによって教えてくださいました。私たちはまず神に愛されている大切な存在であるということをイエス・キリストを通して知ることができた。まずそこが自分のいる場所なんですね。どこにいたとしても私たちは神に愛されている。そしてまたイエス・キリストは私たちがどこに向かっていけばよいのかということを教えてくださいました。私たちが生きている間も、そして死んだ後もどこに行くのかということを教えてくださいました。そして自分たちがどのように、私たちがどのように道を歩むべきかということをキリストの人生を通して、またその言葉を通して教えてくださいました。今年また一つの新しい道具が生まれました。携帯電話にナビがついたんです。皆さんはもうお持ちでしょうか。私は持ってます。昨日発売された。これはでも恥ずかしいですね。本当にもう新しいものすぐ買ってしまう。私もいつも女房に怒られてるんですけども、新しいものが出るとすぐに買って大体失敗するんですね。もうちょっと待てばいいのにと言われるんですけれども、でもあれは車につけるものではないんですね。人間が使うものですから人ナビなんですね。人のナビですか。誰も呼んだ、そう呼んでないんですけどね。もしかしたらそう呼ばれるようになったら私が最初に言った人間ですから、全国であれが人ナビと呼ばれるようになったら今日この瞬間がその名前の生まれた日ですけれども、かつては車に乗っかっていたものがですね、この小さな携帯電話の中に入ってしまって、自分がどこにいるのか、でお店に行くのにはどうしたらいいのか。人間はどんどんバカになりますね。あんなものを利用してですね、本当に私も持っているのでそのうちの一人ですけれども、しかしこの人ナビはですね、あくまでも自分がどこに行くか、このお店に行くにはどうするか、誰々さんのお家に行くにはどうするかということを教えてくれるわけです。私たちの人生を今日から永遠に導いてくれる本当の人ナビ、これはイエス・キリストなんです。イエス・キリストは今私たちがどこにいるのか、どんな状況にあっても私たちのいる場所を的確に教えてくださいます。そして私たちの人生がどこに向かっているのかということをはっきりと教えてくださいます。そしてその目標に向かってどう行けばよいのかということを毎日その瞬間、その瞬間に聖書の言葉を通して、また
私たちの心に語りかけて教えてくださる人の波なんです。どうぞ皆さん、このイエス・キリストを皆さんの人生のナビとして、買うことはできません。しかしイエス・キリストをあなたの心の中に受け入れたときに、永遠のナビゲーションをしてくださる方です。ぜひ受け取っていただきたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、今日私たちはヤビさんの素晴らしい